はい、どうも、こんにちは。ああ、こんばんは。沖縄おばばです。えー、これね、<laughs> 今日の最後の配信にしたいと思います。えー、今日はね、ちょっと、セカンドですね。セカンドチャンネルの方の、ちょっとね、えー、いろんな、ことをちょっとね、これからやりたいと思います。はい。えー、もしかしたら今日中にセカンド上げられるかもしれません。はい。えー、皆さんよろしくお願いいたします。 はい。えーとですね。皆さんどうも、こんにちはあー。最後のね、記事のご紹介は、ナチュラルなニュースさんからです。こちら、英語の記事なんでね、皆さん、あのー、Google さんから飛んでってください。自動翻訳してくれます。Google さんだとね。えー、今朝ね、えー、実は私、あのー、配信したんですけど、一番最初のね、朝の雑談の動画で。なんか、イタリアだけじゃないみたいですね。 えー、例の C のね、C と同じようになってるところです。C と同じようになってるところ、イタリアだけではないみたいです。なんと、ブリブリ,ブリのね、点んさんですね。はい。えー、はい。えー、イギーのリスリスさんです。始まりました。はい。えー、イギーのリスもね、ブリブリの点んンンさんも、日本よりも半年ぐらい発 先にね、始まってますから、例のあれがね。はいえ。そういうことでございます。始まりました。大量のお旅立ちです。それもね、えー、普通じゃありません。はい。どうもね、あのー、置き場ですね。はい。いのたいの、はい。痛いたーですね。痛いたーのね、置き場、はい。が、もう、 不足してしまって、これ数箇所なんですけど、まだ全土ではないんですけど、数箇所でね、えー、その、痛いですね、痛いをね、置く、あのー、コンテナ、それが出現しているそうです。えー、数十人のお、痛いですね、をお、冷蔵、冷蔵ですね、冷蔵。はい。 えー、冷蔵庫です。アイスボックスです。はい、えー。しておくことができるということです。はい。えー、もうね、痛、えー、い,いですね。もう、あの、置き場所がなくなってきているということです。始まりました。はい。えー、これね、め、えー、飯でも始まったかなって。 思ったんですけど、どうやらブリブリの点てん,てんさんでも始まりました。はい。えー、次々とね、多分ね、こういうことが起きてくると思います。あ、ぬっぽうはね、半年ぐらい遅れてますから。はい。えー、半年後ちょっとね、想像すると、うーんって感じなんですけど、おまあ、数ヶ月遅れてます。えー、そういうことでございます。 でもね、えー、これ言っちゃうとあれなんですけど、コメント今日いただきました。ああ、とあるね、えー、地域に住んでらっしゃる方。はい。そこの地域なんですけど、焼き場ですね。焼き場、2週間待ちだそうです。もう一度言います。はい。えー、コメントいただきました。その地域、はい。外国ではありません。日本です。 それもお非常に大きなね、都市でございます。はい。えー、はい。そちらの焼き場、<laughs> 2週間待ちだそうです。ちょっとずつですけど、始まってますよということです。日本でもね。はい。守られてはいませんよ、日本だけ。はい。えー、なんて言ってもね、日本はね、 えー、大きな罪を犯してます。はい。えー、わかりますよねえー、あの例のね、ソイソースですね。はい。ソイソースの会社がね、 おかしちゃってます。もうね、これもこの、まあ、別にこの会社のソイソースじゃなくたっていいんだから、ソイソースなんてね、はい。オーガニックのなんかどこにでも置いてあります。はい。私はちなみに超高のを使ってます。はい。あとは台湾のお醤油も購入しております。はい。えー、メーカーなんてね、本当にどこのでもいいんですよ。はい。自分が、あそのメーカーのを購入することによってね、 えー、自分もそのメーカーの犯したね、罪を一緒に被らないようにしてください。はい。えー、こういうのをね、えー、まあ、カルマと言うんですよね。集団カルマと言うんですよ。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、なのでね、えー、まあ、よく考えることです。日本でも始まっております。今日ね。 えー、コメントにいい、とある地域に住んであるか、住んでいる方が書いてました。その地域は焼き場がもう2週間待ちになっているそうです。はい、これは北国ではありません。はい、ちなみに言っておくとね。はい、そういうことでございます。なので皆さんね、えー、徹底的にデトックス。 そして、えー、死刑がありますからね、予防に心がけていきましょう。はい。そしてね、決してね、えー、そういったあ悪いことをやっている会社の製品を買ってね、罪に加担しないようにしてください。こういうのも、あの、陰徳のうちですから、はい。陰徳でございます。はい。まあ、そういうことでございます。 えー、今日はあ、まあね、あんまりいいニュースはありませんけど、始まってます。日本でも。はい。えー、ちなみに、ブリーの点々では、もうね、置き場がないと、はい。痛いのね。はい。えー、全土ではありません。数箇所です。これ貼っておきますので、見に行ってくださいね。英語なんでね、あれなんですけど。はい。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。 今日もね、一日お付き合いいただいて本当にありがとうございます。またね、明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。はい。ちなみにこちらはしおりですね。こういうふうにね、作るのもいいかもしれませんね。自分でも作れますよね。はい、こうなります。はい。はい。ね、わかりますよね。はい。それではまたごきげんよ